それでは会長お願いいたします。会長は NHK より2つ3つお伺いいたします。離島とあと離島に本来の時期開催を望むアスリートにとってはですね、延期が短ければ短いほどいい。しかし今の世界での新コロナウイルスの拡散状況を見ているとこれは決して安心な安全な環境でとは言えない。私は1年というのはですね、一番妥当なところなのかな、そういうふうに思います。モスクワオリンピックボイコットを経験した人間から、そういう状況になったとしてもですね、腐らず諦めずですね、やはりもう一回、自分自身を奮い立たせて、そして気持ちを若々しく持って来年に向けてチャレンジしていってほしいな。